管了，今天就是要开。虽然说第一个已经有了，不过其实只有玩不到五分钟，有跟没有一样。重新来吧。Very hard 就算了，一级死亡，技术没那么好。中文版是4月27号出，不过我没有等到那个时候，直接买日文版。还是先都日文好了，应该是不会到看不懂。希望汉字多一点。等一下，AI 应该都还好吧，就先都维持它预设的 Go。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか。それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、前期反応を確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。おお、一回就死一只啦，什么鬼。 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。好，所以现在这个長距離レーザー発射点を確認。哇，又一次被干掉了。哎，不然呢？哈哈，真浪费。Lost， 装备 HO229 的キャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。おお。是怎样？是全都会爆吗？哦，差不多。其他是平板的时候，一些功能都都烂。冬季 2B が隊長任務を継承。好，因为队长停了，所以就依赖队长。哦，他可以跳那个。周囲敵機多数確認。起動形態への許可を申請。起動形態への移行を許可します。
动它就不能对，那就删掉了。哦，飞得有点慢。哦，隊長，私。哎，你怎样？啊，死掉啦！剩我一个ロスト。2B よりオペレーター 6O、 当機以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を。了解。这是怎么回事啊？为什么只让我一个啦？然后我们现在要去找那个原本里面的事情过来。哎，哦，哎，被撞到了，撞到了，给我晕了。哦，哇，感觉就好了。哦，不要乱来啊！哦，我怕，怕。哎，好像比较快。通常通信システムの FSCIAU が空気距離電波で開拓し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。おお。好，我们到那个地点吧。嘿。不用慌。对啊，不能回避嘛。来到体验版最一开始。所以其实大家都有一台飞行器，不把我自己撞爆了。对，走的。敵の破壊を確認。いや。走走。これは目標大型兵器。危険。当該敵は目標ではない。怎么死掉啦？有那么难闪吗？
No，他的存档也要自己找哎、欸，不知道在哪里，当然要从头开始玩。前面那个包可不可以跳掉、欸？すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に、はいはいはい、私たちは囚われ続けている。好像不能跳。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。一定要这样吗？不能跳，能不能跳吗？こちら司令部、夜波部隊応答してください。こちら 2B、電気無事に清掃圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、電気反応確認しました。現在、対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。ロスト 12H ロスト電気マニュアルモード起動目視で回避すでに起動移動操作稼働長距離レーザー発射点を確認11B ロスト装備 HO229 のキャンセラー効果なし前方に敵機確認火器使用を申請火器使用の許可をします セブリー ロスト おお、単に看護に1D ロスト規定により当機 2B が隊長任務を継承周囲に敵機多数確認機動形態への許可を申請機動形態への移行を許可しますFace、我觉得不要变这个形态比较好用哎、欸，他现在没办法用，用那么防御，这个比较再看。隊長、我たち、拜拜，再见。Forty Lost。オペレーター 6O 陶器以外の機体は全てロストした作戦の遂行に支障が予想される指示をオペレーターより 2B 現地担当のナイエスと合流し地形情報を入手してください了解没血了。
你换视角不能这样换的啊！刚才卡在那边不能动哎、欸，什么鬼啊？啊！重来。那怎么不能跳啊？不能跳有点麻烦呢、欸。他正常应该是跑过一轮之后就应该算可以跳过了。No， 难道就是卡在这边了吗？还有自爆是怎么回事啊？算没办法那个耶。感觉要花时间摸一下。すべての存在は。滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、夜波部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H、ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーダー、発射点を確認。随便来台就好。11B、ロスト、ソーミー、HO229 のキャンセラー効果なし。で、あと、はい。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリー、ロスト、ワンディーロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。あと面で飛んだでもいいっすか。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。
指示を。オペレーターより 2B 現地担当の 9S と合流し地形情報を入手してください。了解。看等一下那边可以翻过，不会撞到。我要判定撞到啊，因为我已经跑旁边了。不要站在那样，然后很直接的。算直接起跑的。跳啊！气死了！那边都记不住，那边往后。明明就没死那么多次，到底是为什么嘞？有这么难吗？すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神にいつか。私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 全機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作稼働。長距離レーザー発射点を確認。あれな、あれよ。おお、 11B、 因为我可以赶他们耶。H-O-229 キャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン、ロスト。要说原则里面ワンディロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。
飛行を許可します。見ればわかるよ。破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定、当該敵は目標ではない。速やかな。え、不是哦。对，咦，我是不是要回去体验版？嗯，
安呢？有那么难闪吗？他判定有改吗？应该没有改吧。全ての存在は滅びるようにデザインされている。我真的觉得最讨厌的是他前面没办法调。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。这我第几次看到了？第五代第六次。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、全機無事に成層圏を突破。自動航行システムに問題なし。这个、こちらオペレーター 6O。要看前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。一个两三下台词的多，我在主板上摸到就要爆了。电机 manual mode 启动，目视で回避。すでに起動。移動操作可能。長距離レーザー。発射点を確認。开始开始。哎，神秘武器。イレブンビー、ロスト、ソミ、HO229のキャンセラー効果なし。其他的，其他飞机。前方に敵機確認。火器使用申請。火器使用の許可をします。セブミ、ロスト、今全部開了耶。隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。到这里，不要走那边。隊長、私。哎，拜拜。ボビー、ロスト。那个看起来是放，想从后面刺过来的，为什么他们不往？トゥービーよりオペレーター6O。陶器以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を。オペレーターより 2B 現地担当の 9S と合流し地形情報を入手してください。了解。あ、如果这次再死掉 我就先下降了。想一直开干了。我们四方四方打到你。哦，
我觉得我要死在这里了。嗯，它有很多种，它有几种玩法，一个是像弹幕，就是刚才那样，射击射击射击战，然后再来就是什么 ，Webman 可以，大家可以。射到爆了，枪前面还有，打到后面，后面把那个大招开起来。好，不能，没有办法补血。你可以看呢，有哎。先吃再说。哎，他闪！敌の破壊を確認。いや。到底これが目標大型兵器。危険。当該敵は目標ではない。速やかな排除を制し。簡単に言う。奇怪多了，还行。開服不要转，拜托不要转。对对对，用这招就好。开心啊！ポッドプログラムのダウンロード終了。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。え、那不是内裤，换了几副，就连身衣，那就可以了嘛。嗯，还是他要往，他要往那边这样，我后面又看不到了。哎呦，他知道这个角度是不是啊？这好变态哦！我要看十字是不是啊？我记得，我懂，三次，算了算了算了。
要乱跳，我怕它跟那个体验版不一样，体验版会打。哎，大家不要一路打到那个。但不要一直打到往那边打完才还有装备。好走一点，有点方便。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。我觉得这整体是好的，它会转弯的。对。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。遥感难免。2B さん、僕嬉しいです。何か。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B。Thank you.
いなこの廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。好变态。解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。分かってる。
一通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。哥，我看着那么黑吗？那好暗。不知道有没有？目前有没有存档点啊？有没有啊？我想要存档。Let me see。あれは。ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は。旧世界の時よりも増えているみたいですね。真有点浪费。嗯。那个没有存档点吗？没有打完那只的话，我觉得我会再死一次。No。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。词的关系吗？怎么会这样呢？我用原本的画面打看看好了，这样会看不到聊天。Fuck。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返すらせに私たちは囚われ続けている。
これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやぁ、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用申請。火器使用の許可をします。え、セブリロスト、ワンティング規定により当機 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。近距離攻撃装備起動。
敵反応多数確認。見ればわかるよ。再打一次。就可以这样子。呀！原来端心狗标准是全面，绝对不行的。目标大型兵器。好多。危険。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。没、欸、啊哎呦体验版血量是调很高是不是啊，玩起来感觉差很多耶、欸，这我应该不是选 VH 啊，我是选 Hard 的、欸，可是 Hard 怎么打起来跟一级必杀差不多啊？嗯、什么世界？嗯，踏步是怎样？可以很轻松的玩，大概。啊，先试试看。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。二 B 的感性发言都不能跳。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 全機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやぁ、 12H ロスト、全機マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B、 ロスト、装備、 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン、ロスト。
ワンディ・ロスト。規定により当機 2B が隊長任務を継承。刚才被虐爆，现在觉得很简单，一下就到这里。敌反応多数確認。来来来，見ればわかるよ。铁板的 BHE 不是只有这边吗？只是现在打下来，这个猫王它比较像那个铁板的地方，它的目标大型兵器。BHE 是玩过，当然是目标的了，速やか排除。会打爆。簡単に言う。ホットプ
ログラムのダウンロード終了。太简单了吧，难度差超多欸。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。就是刚才听完他的话，应该已经死了。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが。目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった、私は内部を中心に調べてみる。おう、事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能、本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。な、
すみません。それと3はつけなくて。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ鳥ですか。環境の変化があったのか動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。あ、ワンゴー橋の先に別の施設があるはずです。
ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。倒せばいい。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。え？警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨退避。好吧，太搞笑了。
ブースト。ナインエス。高高。おお。ナインエス。ナインエスのブラックボックス反応検知。通信応答なし。救助する。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。为什么要跳过去了？啊？哎、欸，哇，这种 bug， 好狂哦！这 bug 哎、欸，他怎么翻出来、欸？又有剧情上。ナインエス。哦，算了算了。修復する。ボット、止血シェルとロンリーウイルスワクチン。それと。必須衣装。当該 9S のバイタル低下は、この場での応急処置。うるさい！いいから出して！トゥービー、言って。黙って！僕たちは、兵士です。その戦い。誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。制御バーニアコントロール。
敵兵器の従属化を完了。开始能造就好。嘿。必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。潜水を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。よう、破壊喽、イエーイ。到底是怎样、怎么玩到后面才前面一开始就主角就不见了。那假的可以存欸。嗯哼，哪个是存档点？我要先存档，先帮我存档。哪一个啊？欸，不是啊，不是啊，我要存档。作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。 9S、 今後の、はい、ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。おお、所以
简单来说就是他们两个都爆了，可是然后只有 2B 的那个 data 被成功的保留下来， 9S 已经丧失他的记忆了。嗯，西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。嗯，简单来说就是外星人在那个西历那个5200年的时候来到地球，然后那个攻击武器就是刚才那个超大型兵器。右侧，那就这样而已啦。好了，然后我们刚才那两只机器人，那整群机器人就是为了把这群外星人的兵器赶走。もしもし、聞こえるように調整お願いします。これで問題ありませんか。おお、特別選項、我断選第三個。ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください、すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。 What the fuck? 就这个吗？好啦， OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。
おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で、トゥービーさんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たちナインエスモデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。ナインエス。え、なんでしょう。継承はいらない。え、私の名前にサンはつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥービーさん、あ、いや、トゥービー。有点難過。所以 9S 有很多只哦，是这样的意思吗？然后我这只是二 B 型号，不用了，不用修，把这个留。呜呼，嗯，这个是我有的意思吗？经验值，该先不用显示吗？钓鱼，这是什么 FF15 吗 ？What the fuck？ 那这是什么？音声分析是什么意思啊？有点看不懂。嗯 ，Graph。先不要买好了。是怎样？还蛮好笑的。哎、欸，哎，嗯，我们现在在月球上。データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。回复屏就是你们做的，哎，等一下，哎，真的，
靠腰啊。补品全被炸掉了、欸、什么鬼啊。好吧，那就十个够吗？十个哦，好像买太多了。这样不应该乱买的 ，fuck， 可以干嘛？看一下，这个我雷射，范围内全部斩杀哦，这么猛，这丢能量，能量快，那、啊、这个嘞？时间内回旋斩，是什么枪兵吗？哟、哎，防止物理攻击的那个、欸，哎，有两种啊。不过应该都进阶战比较多吧，射击攻击应该是还好。这又是什么 ？Chip 的那个。在睡觉哎、欸、，Hello， 哦、oh ，嗯，其实不用改 ，AI 都那样，靠自己比较实际，那是月亮吗？
先这样好了。我是这样，先用那个，先用 normal 难度玩好了，看起来会解得比较顺。VH 有点，应该说 hard 有点，目前手残，好像没办法这样玩。这样，明天还要上班，各位早点睡啊。那还可以 safe 哎、欸，其实要不用那个、喔。也是要赚钱的。